ペドロ・アントニオ・トログリオは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。CA リーベルプレートでキャリアを始める。リーベルでは、リーグ優勝や、リベルタドーレスカップの優勝を経験。1986年のトヨタカップでも優勝した。代表では、コパ・アメリカ1989に出場したほか。 1990フィーファワールドカップにアルゼンチン代表の一員として出場し、6試合に出場、ソビエト連邦戦ではゴールを挙げた。イタリアではラツヨ、アスコリ、ベローナで4シーズンをセリエ A、2シーズンをセリエ B でプレーした。ベローナでは代表のチームメイトであったクラウニオカニーヒアと共にプレーした。その後1994年アビスパ福岡の 前身、当時 JFL の中央防犯サッカー部に加入、1978FIFA ワールドカップでアルゼンチン代表であったホルヘマディオールギン監督の元、1995年の JFL 優勝に貢献、1996年には J リーグに昇格し、3月23日の名古屋グランパス8戦で J リーグ初ゴールを決めるなど、10ゴールを挙げた。 選手生活の晩年は母国で過ごし、クラブでヒムナシアイエスグリマラプラタで約5年間プレー。最後は4部所属のクラブビジャ・ダルミネで現役を引退した。プリメーラ・ビーナシオナルの c d ゴドイクルスで初めて監督を務めるがシーズン途中に退任。2005年3月、不審にあえぐヒムナシアイエスグリマラプラタの指揮官の座に月クラブをプリメーラ・ディビシオンに残留させることに、 成功した。翌シーズンのアペルトゥーラではクラブを過去最高体の2位に導いた。同年6月、ヒムナシアで自身がつけていた背番号である21番が、クラブ初の永久欠番に指定された。以降クラブは、エストリアンテスでラプラタとのダービーマッチでは0から7の大敗を喫するなど、再び下降戦をたどり、2007年7月に辞任した。 しかしファンからの指示は根強く、成績低迷に関する批判はファ、フ安ンホセムニョス会長に向けられた。同年、ホルフェ・ブルチャガが退任した CA インデペンディエンテの監督に就任したが、翌年3月には、成績不振により解任された。セロポルテーニョの監督として2009年のアペルトゥーラを制すると、翌年5月30日には、 クラウディオ・ボルギに代わって AAA アルヘンティノス・ジュニアーズを率いることになった。2011から12アペルトゥーラでは開幕以来、低迷し、2011年9月18日に辞任することを発表した。2016年3月22日、CA ティグレの監督に招聘された。2019年6月14日、ホンジュラス一部の CD、オリンピアの監督に就任。 ありがとうございます。